皆さんこんばんは。今宵もやってまいりましたクロコラジオのお時間です。お相手は私三度の飯より美女と酒が大好き真実を語るクロコでございます。本日も怖いお友達をお招きしております。イレギュラーな形になりました。前編後編という形でお送りしております。こちらが後編の動画になります。本日の怖いお友達は怪談師キネ久人さんです。キネさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。キネ久人です。いや前回の前編、はい、最後の最後でですねキネさんのお名前について伺っている最中に、はい、キネさんの名字に関する何かこう違和句という言い方が正しいんでしょうかね。言われがあるというか違和句があるというか、はい、何かこう黒子に聞いてほしい話があるというような、切り出し方だったんですが、はい、かなり気になっちゃいますねこれは。自分でも調べていて解決というか、まだしっくりきてないんですけど、まあ、限界だなっていうのを思ってた時に黒子さんなんでぴったりで聞いてほしいなって思ってたんで、はい、それに興味持ってくださったんで、ぜひ聞いてほしいですね。でこう視聴者の皆様黒子ちゃんたちにも一応お伝えしておきたいんですが、前編と後編今撮影を分けておりまして、まあ、前編は概要欄に貼っておりますので、そちらをぜひ見ていただきたいところなんですが、その前編の終わりにですね後編を撮る前に一旦キネさんがお調べになった資料だけ今もう拝見をさせていただきました。ただ、はい、キネ家の言われというか曰くというかそのストーリーに関してはまだ聞いていない状態でございます。ですから黒子の手元には資料だけあるような状態なんですが、はい、これから皆さんと一緒にキネさんのお話を伺っていこうというところでございます。何のこっちゃわからないという方はですね、はい、ぜひ前編をご覧になっていただいてからこちらの動画に戻ってきていただければなというところでございます。じゃあ早速なんですがキネさんお名前にまつわるお話伺ってもよろしいでしょうか。はい、じゃあ聞いていただけますか。じゃあお願いします。はい、よろしくお願いいたします。うわ楽しみだな。お願いします。僕2月に YouTube チャンネルを始めたんですよ、うんうん、階段の根っこっていう形で、はいはいはい、まあ、階段を主にした階段 YouTube チャンネル始めて、はい、でその階段なのでまあ、不吉な日に、はいはい、どうせならやってやろうと思いまして、解説を不吉な日にしたってことですか。解説を、はい、不吉な日をどうせなら怪談やってるんだったら珍しいですよやってやろうとその考え方は、はい、思いまして。なるほど、はい、陰陽師だとか、はい、暦を作る方々が日本には歴史上たくさんいらっしゃいましたよ。でも多分、はい、あんまりいないですよ、わざわざそういう選ぶ人。いや面白いな、もう面白いな、ちょっと聞いていきましょう。はい、それで、まあ、安直ですけど、うん、大安吉日の、うんうん、まあ、よってその仏滅より悪いって聞いたんで灼光、はいはいはい、まあ、六曜の中の赤い口ですね。はい、赤い口の灼光ですね、はい、この灼光は、うん、まあ、その灼光神に使える、はい、まあ、鬼の中でも一番人に災いをもたらす鬼が、はいはい、司るから悪いというのも聞いて、うん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 、あ、いいじゃんいいじゃん、でこの灼光で、はいはい、で父さん時間も不吉にしようとなって、おその灼光でその 一番前吉の日時間があるんです、はいはいはい、その時間っていうのが、うんうんうん、昼の12時から1時2時ぐらいまでらしくて、うんうん、でそれっていうのもその鬼がお昼寝してるから、はいはい、ってことでその時間は吉だですよと、はい、なのでその反対夜の12時から1時2時っていうのは悪いだろうということで、はい、寝の刻の終わりから牛の刻の入りぐらいなことですね、はい、そうですね。でかつ、うん、自分の生年月日で見てもその時間っていうのは悪いらしいんですよ、うん、うんうんうん、なるほど。それも助言というかいただいて、まあ、不吉なのにそれでまあいただいて時間もその夜の12時から1時あたりにまずやりましたと。でその12時から1時2時っていうのはちょうど節分に入る時なんです、うん、ああなるほど。節分も、はい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 、その節分っていうのも鬼が来るっていうような、まあ、話もあるんで、あもうこれもうぴったりじゃん、しかも鬼2つかかってんじゃんみたいな、はい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 、なので、まあ、気軽な感じというかで鬼を味方につけたキネガーみたいな形で、おーなるほど、まあ、触れ込みでなんでそれで怪談 YouTube チャンネル始めたんですよ。ほう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 、なるほど、はいはい。でそれから
YouTube チャンネル始めて、2週間3週間後ぐらいに、はい、とあるラジオで、うん、そのキネって名字珍しいよねみたいな話があったんです。おでそこで、ああもうなんか僕の話してるみたいな感じで、はい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 、まあ、聞いちゃうじゃないですか、珍しい名前だし、うん、で聞いてたら、そのキネの名字っていうのは、はい、三重県の、まあ、とある場所っていうのが、もともとキネ村って村 で、はい、うん、でそのキネの木が鬼で、キネの根が根っこの根じゃなくて子供の子、はい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 、でキネ村だったっていうんです、はい、うん、でそれで、あ鬼だってまずその YouTube チャンネル思い出して、うん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 、もしかしてと思ったんですけど、まあ、ちょっとね、あの差別的な意味合いもあるじゃないですか。あ、まあそうですね、歴史をたどりますと一部そういったところもありますよね、はい、はい、なので、まあ、そのそういうのも頭をよぎったんですけど、うん、まあ、調べてみようと、うん、どうせなら、うん、なるほどなるほど、はいはい、でまずネットで簡単に調べてみたんです、はい、で出てこないんですよ、うん、あ出てこないなと思って、で国会図書館でも調べたんですよ、はい、そしても、うん、そしても、資料が出てこないんですよ、うん、なので、まあ、口伝レベルなのかなって思ってて、あなるほどね、はいはい、でその調べられる限界としては、その差別的な意味合いかどうかは調べることができて、うん、その、うん、今はその違う名前になってる、もともとキネ村っていう周辺にその、うん、まあ、部落というかそこところはあったんです、。だから差別的な意味合いじゃないなっていうのは分かったんですけど、はい、その鬼の子供でキネ村だったっていうのは、まあ、証拠はなかったと、はい。でもそれが諦めきれなくて、うん、そこの市町村の市役所に電話したんです。おお、なるほど。でそれで、あの私はキネというもので。うんうん、その父親がそちらの出身で今それ調べていてって話をして、はい、そしたら、まあ、調べますよ、よかった全然っておっしゃってくださって、お、そしたら見つかったんですよ、書籍が。なるほど、はい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 、はい、まあ、文献、書籍という文献が3冊まず見つかって、でそれもちゃんと鬼に子供で杵村だったっていうのは記載があって、うん、でかつ、まあ、差別的な意味合いではないし、はい、まあ、いくつかの説があるっていうのは記載されていて、はい、まあ、一つも印象的なのは棋王堂っていう鬼に王様の堂で棋王堂があって、そこにはでそこの、うん、あの氏子さんなんで、まあ、キネ、はいはいはい、鬼の子供でキネっていう形だったりとか、うん、まあ、そういうのいろいろあって、あ全部鬼だったんだ、うんうんうん、でその階段、これも偶然ですけど、はい、ちょっと何か因縁みたいなものを感じたっていう話ですね、うんうんうん、いやなるほど、結構お名前をめぐったお話っていろんな言われが当然まあ出てくるわけで、その時代時代で縁起のいい字とか縁起の悪い字とか、この字とこの字の組み合わせは良くないよねみたいになっていくことって、はい、まあ、これはかなり流動的で変化が多いと思うんですが、はい、キネ性に関するお話ということで、はい、つまりこうまとめますと、はい、まあ、三重県のとある場所に、はい、まあ、キネ村があって、はい、あったと、はい、そこのお父様は出身者だっていうことなんでしょうかね。そうです、うん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 、なるほどなるほど。その口伝にはなるんですけど、そのキネ村には今もキネ神社っていう神社があって、もう調べたら出てきちゃいますけど、あじゃあ地域の、まあ、氏神的な場所なんでしょうね。そこにはあのちょっと丘というかちょっとした山みたいなものがあって、はい、そこに洞穴というか、はい、跡みたいなものがあるんですよ。でそこに、はい、鬼の子供が住んでたと。うーん、だからキネ村っていう説もあったり、はいはいはい、そのこれも本当口伝なんで、うん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 、本当かどうかも本当わからないレベルなんですけど、はいはい、その鬼をかたどったお面が昔はキネ神社にあったと、はい、でもまあ言っちゃいますけど、その伊賀上の三重県なんで伊賀上の周辺なんですよ、はいはいはい、なんであの鬼行列、うん、あるんで、うん、その鬼行列で
使ってるんじゃないかみたいな都市伝説もあるらしいです。なるほどね。はい。なのでオカルト的な意味合いも多分にあるんで、ほう、あ、すごいぴったりだなっていう。なるほどなるほど。でこうお話に出てきた、はい、まあ、資料が見つかったよという3冊ですね、郷土資料、はいはい、関係のものですね、はい、でこのあたり黒子はもう先ほど申し上げた通り事前に資料だけ伺った上で、はい、今お話を聞いてみますと、何やらちょっと神社だけではなくてこう仏教的な信仰、はい、こうも関わってそうだななんて印象を受けるんですよ。あ、そうですか、はあ、で特に、資料中ですね、これ実際にラジオで出せるか分かんないんですが、はい、黒子が今手元でお預かりしている資料の中にはですね、法華経という仏教経典のお話が出てくるんですね、はい、でそうしますと法華経の中にはですね、鬼子母神といって鬼に子供の子、そして母の神と書く、鬼から、前人に、まあ、心を入れ替えてですね、仏教の守護神になったという鬼のお話が、まあ、出てくるお経がこの法華経というお経なんですよ。はいはい。でこの辺りと関係があるのかななんて、まあ、キネが鬼の子ですから、はい、キシモジンはそのまま鬼の子供の母の神ですから、ちょっと一致するななんていう印象を受けるので、はい、舞台としてはちょっとキネ神社とか、はい、その辺りが、舞台になっているものの、もしかしたら仏教的なゆえん、うん、もしくは明治あたりをまたぎながら神仏集合とか、はい、そのあたりの信仰がこう馴染んでいく中で名前がもしかすると一緒に変わっていったのか、木の根っこの方に変わったのかなんていうところもあるのかなと思ったり、うんうんうん、あの名前を変える時って、はい、何でしょうね、 A だった状態からB になりましたという手を取るためだったりするんですよ。例えば、はい、あの水害が多い地域だから、はい、もともと水にまつわる地名がついてたけど、はい、水害の対策をした結果全く害に侵されることがなくなったということをお祝いして、はい、水にまつわる字は外しちゃいましょうみたいなことをしたりするんですよ。面白いですね、はい、ですから元々の地名と読みは一緒だけど漢字は水に全く関係ないものが今ついてますみたいなことがあったりするんですね、はい、ですから今のお話でいくと鬼子母神は、まあ、厳密にはこう鬼神というか夜叉という立場になるんですが、はい、まあ、人間とはこう敵対するような関係だったんですけれども、はい、まあ、仏教の教えをですね、お釈迦様からこう聞いて、はい、良い神様にこう身を転じていくんですね、うんうん、ですから悪い神じゃなくなったみたいな言われを持ってる神様ですので、はい、そこからもしかすると鬼の子と書いて鬼ねから鬼子母神が良い神様になっていったように鬼じゃなくなったということを表すために、はい、木の根っこに字を変えたとか。あ、面白いですね。うん、根っこの根もそうですもんね、うん、木に、まあ、良いって字に近いから、うんうんうん、もしかしたらそんなような言われがあるのか、うん、あとちょっと気になったのが、こう資料の中にですね、はい、多聞天とか増長天とか、はい、仏教を守護する天部ですね、はい、神様のお名前が出てきてるので、はい、やっぱりこれ実は神社だけではなくて仏教も関係が深いのかなと思うんですが、特に中でも、はい、多聞天というお名前が黒子気になりまして、はい、多聞天っていうのはまあ別名なんですが、こう毘沙門天のことなんですよ。おお、そうなんですか。ええ、勉強不足ですね。はい。仏教でいうところの、はい、いわゆる四天王、東西南北を守る四天王の中の、はい、北方北方のご守護ですね。北の守護神様でございまして、はい、で先ほどの鬼子母神様と毘沙門天様っていうのは実は仏教経典の中では夫婦とか、兄弟とかそういう説かれ方をしたりするんですよ。ですからこの多聞天も関係のない存在ではないので、もしかしたら鬼子母神信仰と何か縁があったのか、うんうんうん、うーん、まあ、あとはもともとですね、節分の話が先ほど出ましたけれども、はい、鬼というのはですね、陰陽五行の五行でいうところの木極、木ですね、木星の木
の性質を持っているんですが、はい、まあ、その理由のうちの一つに、はい、鬼という字も木と読みますし、木曜日の木も木と読みますよね、はい、これも、同音の違う言葉ということで同一視されるところから、はい、鬼は木星の神様みたいにされたりするんですよ。うわー、鳥肌立ちましたね。だからもしかするとその仏教的な流れから地域土着的な陰陽五行の話とか、はい、神社とのこう明治期に複合的な発想が出てくる中で、はい、鬼ではなくなったみたいなことから木の根っこの方に字が変わったのか、はい、真相を知りたいところですね。そうですね。なんでしょうね。でもこれからまた多分、うん、ふとした時に来るのかなとか、また鬼に関わるようなことがまた自分にもあるのかなとか、ちょっとワクワクしてますね。これもし続報があったらまたクロコラジオに来てください、はい、そうですねぜひぜひ本当お願いします。いや、なんでしょうね、こうお名前のことって結構クロコは熱量が上がってしまいまして、はい、名前をたどっていく、まあ、名字というのももともと日本人に元からあったわけではないですよね。身分の高い方にしかなかったり、はい、そもそも下の名前自体も、ね、昔からあったわけではありませんから、はい、まあ、そういった中で名字という概念が整っていく中で何かをきっかけにして変わっていく、はい、でこの変わった経緯っていうのが面白くないわけないんですよ。やっぱりそれこそが人間の文化ですから。確かにな。どうですか、キネさん的には今の黒子の考察、はいはい、どうでしょうね、どんな印象を受けましたでしょうかねでもやっぱりその鳥肌が立ちますね。その何も意識せずに、いやいやいや、鬼に関係あるっていうふうに、うん、気軽に、まあ、言ってはいたけど、ええ、でも結局、うんうんうん、鬼関係あったんだなと思うと、もう本当鳥肌立ちますし、うん、いや、どうでしょうね、本当に関係あったんでしょうかね、まあ、黒子の邪推でしかないですが、はい、いや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 、うん、でも黒子さんからやっぱそう言われると、まあ、そうなのかなって思ったりしちゃいますね、うん、いや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 、うん、もしかすると、はい、地域の氏神録とか、はい、地域の大きなお寺の檀家記録とかを見ると、はい、昔の寄付者奉納者一覧とかに、はい、キネ家のご先祖様の名前が載ってたりする可能性はありますよね。あー、ちょっとそれ調べてみます。うん、地域の中にもしかしたらあるかもしれないですね。お寺神社の修復の時に寄付を出してるとか、はい、なくはなさそうですよね。そのあたりからもしかしたら辿っていけるのか、ね、もしくは三重とかあの地方の、はい、お偉いさん方ですね、お殿様とか、はい、そういう方々の家臣の家系を調べていったりすると、はい、意外とあったりするかもしれないですね。ありがとうございます。ちょっと続編をそうです、ね、求むというところですね。その自分の中では不吉な名前で、うんうん、不吉な日にやってやろうというふうに思ってたのに実は一番良かった吉日だったのかもしれないですね。ああ、そうかもしれないですね。うん、でもまたそういうご縁を持ってるキネさんが現代で怪談師としてこう、はい、不可思議な人間の、はい、はい、頭では明かり知れないことを人にお話しする立場になられてるっていうのも何かこう面白い縁を感じますよね。いや、感じますね。しかもそれが分かった瞬間に、うん、その、まあ、すぐに黒子さんとこういうふうにご縁があったりとか、あとはあの怪談、怪談機っていう怪談鬼って書く番組に呼ばれたりとか、そうですかそうなんです、怖みたいな。本当偶然といえばもう偶然なんですけど、やっぱ重なると因縁みたいな感じますよね。何かあるんでしょうかね。いや、こういうところがまた怪談やめられないななんて思ってしまうところですよね、はい、そうですね。いやー、素晴らしい。まあ、そんないろいろなストーリーを持たれた、背景を持たれたキネさんですが、はい、キネさん、やはりこう今活動の中で皆様にお知らせするとしたら、はい、YouTube が一番大きいな活動でしょうかね。そうですね、今 YouTube を中心に、うんうん、活動はしています、うんうんうん、あとリアルイベントですとかやっていますので、まあ、Twitter、Instagram やってますので、うんうん、見ていただけたらいいかなと思いますね、はいはいはい。怪談の根っこという YouTube チャンネルで活動されておりますので、概要欄の方に貼らせていただいております。ありがとうございます。おそらくですね、この
動画の公開と、はい、収録は結構タイムラグがあるもんでして、はい、まだ公開日は未定なんですが、はい、それ以降にですね、もしキネさんの方からリアルイベント等のご案内があれば、はい、そういったもののリンクもですね、はい、概要欄の方に貼らせていただきたいなと思いますので、ありがとうございます。ぜひ公開の折にはですね、クロコちゃんたちもご覧になっていただいて、はい、生キネヒサトを拝んでいただきたいなと思うわけでございます、はい、ぜひ皆様クロコ同様にご愛顧のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大変名残惜しいのですが、そろそろお時間が参りました、はい、あっという間の収録でしたね。そうですね。いやもう2本立てで間に資料読みの時間もありましたから、はい、かなり、長丁場になってるはずなんですが、はい、キュッとまとまった、あっという間のお時間でございました、はい、いや素晴らしい時間をありがとうございました。 ありがとうございます。本当初めてなのにこんなに弾むと思わなかったです。いやキネさん、これちょっとこれからもぜひ私のこともご愛顧よろしくお願いします。いやいや、いつも見てますんで、今後ともお願いします。いや皆さんね、この、はい、キネさんの動画はねおしゃれなんですよ。おしゃれおしゃれでね、またこう聞きやすい、とにかく聞きやすくてですね、恐縮です。でなおかつ、はい、聞きやすいからといって怖さとかインパクトが薄いということが全くないんですよ。でしかもですね、皆さん聞いてください、はい、この男はですねドーンとインパクトの強いというか角度の鋭い鋭利な話をストンと置いていったまますっといなくなるみたいな話し方をするんですよ。これがまたね癖になるんですよ。皆様ぜひですねこのキネさんのチャンネルもご愛顧いただきたいところなんですが、はい、まあそんな中ですよ、やはり楽しい時間はあっという間でございまして、はい、本日の怖いお友達はキネヒサトさんなんでございますが、はい、次の怖いお友達をご紹介いただきましょう。よろしくお願いいたします。はい、すごく考えたんですよ、うん、あの人とクロコさんが話してたら面白いだろうなっていろいろ考えて、はい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 、うんうんうん、まあ、結論としましては、お、次は田中俊之さんでオカルトコレクターが、はい、来たね、ご紹介したいなと思います。来た来た来た、オカルトコレクター来ました、はい、うわ、どんな話をされるか分かんないですし、うん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 、はい、まず本当僕が聞いてみたい。どんな話をするのか。結構でも田中さんもトリッキーというかこう取り扱い注意なイメージが強いんですが、はい、そうですね、キネさんと田中さんはどういうご縁があるんですか。はい、まあ、それもですね、その、うん、先ほど申し上げたその自分が怪談を語るきっかけとなった吉田裕貴さんと田中さんって、はいはいはい、よく一緒にイベントとかされてて、うん、あ、確かにそのイメージありますね。はい、僕はその追っかけというかしてた10年近く前からもずっと一緒にやられてたんですよ、うん、その時に、まあ、当時はイベント終わりに打ち上げとかもお客さんも行ってもいいような状況で、あ、なるほど、もうその時から田中さんと実は面識があって、ええ、なんなら吉田さんよりも田中さんの方が先に、いや、キネ君は絶対あのプレイヤーの方がいいからやんなよって言ってくれたの、多分一番最初田中さんですね、うん、結構古いご縁なんですね。じゃあ実はそうなんですよ、まあ、うっすらとらしいんですけど覚えてくださってるみたいで、そのことを、はいはい、で今は共演とかもすることもあるんで、まあ、やってたら、ね、いいことあるもんだなって思いますし、確かにちょっと夢のある話ですね。はい、その先ほど申し上げたその、うん、自分の肩書きのブラッディストーリーテラーっていうのも、はいはいはい、実はこれその10年ぐらい前に、はい、キネ君もじゃあまあ怪談語る、まあ、番組とか配信やるんだったらブラッディストーリーテラーっていうのがいいよって言ってくれたんです、はい、キネ君なんかあの血吸ってそうだもんなんかつってドラキュラっぽいから、じゃあまあブラッディストーリーテラーでみたいなすごい、そう適当につけられて、ただそれがそうなんです、それがずっと心に残ってて、うん、YouTube チャンネル始めるときに、ああ、もうブラッディストーリーテラー使おうと思って、はいはいはい、そこで使ってますね。いやー、結構縁深いというか、さまざまなお話が出てきそうなんですが、はい、いやー、次回は、不思議大百科、オカルトコレクターの田中俊之さんということで、キネさんからご紹介をいただきました。大変楽しみでございます。公式オンラインショップ、マロカレ堂にて、公式グッズ好評販売中。
楽しい時間はあっという間、怖い時間はキャーという間、うつつとは現世この世のこと、あたれよとは明けるのが惜しいほどに素晴らしい夜、今夜もここの世の地の底、地獄から現世を通り浄土まで、お客様の集まることまさに神楽鈴鈴なりのごとし、クロコラジオ今夜も満員御礼でございます。本日の怖いお友達は怪談師のキネ久人さんでございました。お相手は私、真実を語るクロコでございます。キネさん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまたのご開演をお楽しみに。